さあ、それでは続きをやっていこうと思います。スーパー Z ですね。今回もアシェットさんからキット提供していただいております。ついに146号でございます。もうちょっとで半分ですね。さあ、やっていこう。で、今回何やるのと言いますと、ステアリングコラムの組み立てというふうになっておりますので、ナベさんのどうでもいい話を聞かされながら、そちらを見ていこうと思います。じゃあやっていこう。中身のキットはこんな感じでございます。意外と少ないですね。サクッと終わるかなというところです。ナベさんのどうでもいい話が短くて済む。もうなんか、やっていこう。もうなんかなんだ。開かないし、いや、手荒れがひどいね。どうですか皆さん、なんか突然、ね、最近暖かくなってきたじゃないですか。まあ朝はね、ちょっと寒いんですけどね。まあって言ってもね、いやいやいや、まだこっち寒いしっていうね。愛知県蒲郡市はあったかいぜ。あったかいぜ。もう雪降らねえかな、この辺は。こちらっすね。もう本当に蒲郡あったかくていいんですよ。いいけどなんか乾燥してて手が荒れまくってて、もう鍋さん手が痛いんですよ。やだね。ハンドクリームちゃんと毎日やってんだよ。あ、そうだよ。動画でさ、ね、動画でじゃない、コメントで。今年のノベさんの手が綺麗すぎる。仕事してないのかなって。両方っすね。いや、仕事してるし、してるし、してるけど、あのね、もうちょっとね、すごい強力なハンドクリームを買ったから、なんか、あれなんですよ。なんだっけ、なんか、その、スポット的な、なんか、的な、なんか、いいやつ。強力なね、直す、なんて言ったらいいのか分かんないけど。なんか、そんなのを買ってきて、つけたらいい。あとね、あんまりね、なんだろう、やっぱりさ、今って、まあ、ね、時代が時代なので、やっぱりちょっとこうね、きれいに手を洗わないといけないっていう風になってると、なっていく状態ではございますが、あまりね、手をこう過度に洗わないようにとかしております。まあちゃんとね、手袋するとか、軍手するとか、なんかまあいろいろあるじゃないですか、手段は。まあそういうので、できるだけ気を使っているところでございます。まあやっぱり、あれだね、革手袋をつけてるっていうのが大きいかな。結構その、まあ以前もちょっと話したんですけど、革手袋って結構手の水分持ってかれるんだって、だから手荒れがしやすいっていうか、じゃあもう手ビシュビシュにハンドクリーム塗った状態で、革手袋やればいいんじゃねえのとか思ったりとかさ。そういうね、ちょっとね、まめなことをね、するようになったら、だいぶ良くなった。よっ。入らないんですけど、入らないのは入れ方が悪いからだ。そう、そういうのも、あ、だいぶ手荒れが入んねんすけど、これなんでこっちからちょっと触っちゃう、貫通してるんですよ。よしよしよし、これでスッて、ね、だからだいぶいいんだけど、やっぱりね、指先はダメだね、カサカサのままだね、嫌だわ。まあ、しょうがないけどね。で、ステアリングコラムの組み立て、イグニッションスイッチをやって、ステアリングコラムですね、これ。コラムにはめ込ん、ステアリングコラムにはめ込んで、イグニッションスイッチ。これイグニッションスイッチだって。ここにつけ、あ、カメラ、あ、いいね、位置で、こうやってやればいいでしょ。で、そしたら、ワイパースイッチ、ワイパースイッチ、このどっちかだね、これか、これ、ちょっとこう曲がってる方がワイパースイッチですね。こちらをもうつけるよ。あ、でも暖かくなってきたって言ってもやっぱり朝と夜は寒いね。だから風があるないで結構大きく違うんですよ、こっちの方が。風があるとやっぱね、かなり寒くてね、嫌になっちゃうんですけど、うまくはまんない。あ、はまった。よいしょ、OK。
こんな感じで、こちらウィンカースイッチ、なんかこう飛び出てる、こういう向きかな、向き一応こういうふうに合うようにこういうふうになってる、接着剤つけてる。あったかいのがいいよ。もう雪降らんでほしいな。今雪は降らんでほしいって言ったっていうか、毛利なんて雪なんか何回降ったらとか、どんぐらい降ったらっていうレベルぐらいのちょこっとしか降ってないんだけど。よし、OK。入った。あ、今横なのね。あ、なるほど。だから入れにくかったんだ。よし、これで入った。こんな感じ。で、これを、本体につけていきますよっていうことですね。皆さんどうする？その雪でね、怪我したとかね、そういう、まあ、車だったら事故っちゃったとかさ、ね、何もなければいいですけど、まあ、そういう時こそね、安全運転、安全に。ごめんなさいね、ごめんなさいね、ごめんなさい、ちょっとね。いや、あれなんですよ、今ちょっとこの、じゃどうしてもこれがポロ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 落ちるのよ、これ。これどうにかせなあかん。よし、これまた後で止めとこう。で、こいつをこう向きのこうつける。これは接着剤つける。つけるなとは書いて、つけないね。うん、つけませんって書いてある。これここにこうやってつけるんですね。おお、いい感じ。で、後ろからネジで止めるんですが、その間にこれを挟み込むよっていうやつですね。これ。これをこういう向きか。で、裏から。どうか。うわ、すげえ、はい、奥に。やりづら。ちょっとこれ、もう先にネジを用意しておかないと。次の。ね、怪我とか大丈夫してない？まあでもあれだよね、やっぱそういう雪慣れしている地域っていうのはまあ逆にね、怪我とかしにくいんだろうね、もう慣れてるみたいなね感じがありそう。こっちの方なんてもう雪降ったらみんなすってんころりんだよ。だけど今年は全然なんか見た目的にバーッと降ったなーぐらいの感じで、もうあれなんですよね、常識が違うんですよやっぱりね。皆さんのところが雪降ったっつったらね、もう本当にうわザ雪って感じがしてすげーって思うんだけど、こっちなんか降ってもなんかうおーすげー降ったーっていうのはもうなんかね、本場の方々たちからしたらはって言われちゃうような感じのレベルしか降ってないから、いやーでも本当ね大変だわ、気をつけてね。この中に入れろっていうのがなかなか難しいよね。都会の名古屋とかああいうとこでもさ、すげえ降ってうわーってなるけど、こっちなんか全然降らねえ。なんか俺うまく入る、すごい入れづらい、はまってんのかこれで。今日はまあ短い時間だったけど、高所作業車っていうのに乗ってさ、まあね、こういう仕事をされてる方なら分かるとさ、パーカーって言ったりするんだけどさ、高いから寒かった高いところは寒いよ、やべえ、もう今日これで終わっちゃうんですけど、じゃあ動画どうしようか悩んだんだよね、これ短い動画になっちゃうなと思うんだけど、最近ちょっとね、取りだめがまたなくなってしまったので、いいよ、よいしょ、よいしょ、OK、ちょっとこう入れにくいね、ここね、このここをそこそこきつくしっかり締めておかないとカタ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 なりそうで、オッケーかな、あ、これで。あー、いい感じ、ギュッとしまった、 OKOK、 よしよし、できた、これでしっかりこう固定される。あれ、なんか落ちたよ今、あ、なんか落ちたじゃない、ペダルが落ちただけだ、 OK、 まあちょっと時間とか全然あるよね、
ということで、ちょっとこいつをどうにか直したいんだよ。これ全然なんかさ、何回も何回もさ、ポロ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 いくからさ、ここにペチャンってはめるんだけど。でもすごい内装がかっこいいんだけど、Z っていいわ。こうやってペタって貼っておくだな。だけどここの下に隙間があるから、これ流し込みで流してくっつけるだけでもいけるような気がするんだよな。ちょっとやっちゃおうかな。もう何回も外れて結構嫌気がさしてたから、流し込み、まあ ABS だからくっつきにくいんだけど、ふっっておかしなことになりませんように、密着、変な風に密着してるっていうところはないからいいと思うんだけど、これでちょっとでもね引っかかって溶けてくっつけてくれれば、くっついてくれれば、まあ別にそれでいいんだけどな。うん、今流れ込んでったピチーっつって、だからいいと思う。上の方にもちょっとやっとく。上の方危険かな。そうでもなかった。中にさブチューって入っていっちゃうのが怖いんで、それがなきゃ別になんてことはない。接着剤がなくなってきた。なくなってきたな、じゃないじゃん。いつも使ってる接着剤じゃねえよ、これ。最近、クレオスのやつに変えたからさ。あ、しよしよし、これで、そのうち乾くでしょ。このまましとこう。もう深追いは変にするのはやめよう。OK。これでポロってね、簡単には取れてしまうと思うけど、自然にポロンつってて落ちてくることはないでしょう。よし、OK。できました。どうでしょうか。今回はこんな感じでございます。よし。かっこいいね。めちゃめちゃかっこいいね。いいね、いいね、いいね、いいね。すげえいいね。いいね。よし。ということでですね、またね、どんどんね、進めていこうかなと思いますのでね、見ていただけたらと思います。なんで今回ね、ちょっとこいつが、余った状態ですね。まあ多分こういう風に来るやつだと思います。こうか、こっちか、こうか、こうだね。多分来るやつだと思うんですけど、こんな感じでございます。ということで今日はこの辺で、ではまた。